はい、皆様こんにちは。神戸町長散歩高山でございます。今回ね、小学校が商業施設になったというね、神戸北の工房の町というところを紹介してまいります。こちらね、ちょっとね、規模大きいので4回に分けてお送りしていきたいと思います。それでは今回は北の工房の町の全体的な様子を見ていきたいと思います。1番目ね、運動場、現在駐車場の様子ですね。で、2番目に1階の様子、校長室や休憩室。3番目に2階の様子、廊下やお店の様子ですね。4番目に3階の高棟の様子をね、お送りしていきたいと思います。こちらの施設、今年の12月で終わっちゃうので早めに来てね。今現在ね、NHK の神戸放送局の、すぐ、目の前におります。この近くにね、北の工房の町ありますんでね。で、信号を渡りまして、ここを右へ曲がったところにね、北の工房の町、昔のね、北の小学校ございます。でね、右の方ね、バスがちょっと行き過ぎていくんですけども、あれが7系統のバスですね。で、今行ったのが、シティループというね、神戸の観光バスのようなものですね。こちらがね、北の工房の町の方へ入っていきますんでね、このバスでハーバーランドからね、こちらに乗ってね、行かれるといいかと思いますね。で、こちらね、入り口あるんですけども、こちらね、シティループバスって書いてますね。この奥のね、運動場にバス停がございます。で、こちらね、勝手口なんで、奥のね、正門の方に向かっていきたいと思います。こちらがね、正門ですね。北の工房の町ってなってますね。で、右が、北の小学校ってなっております。ではね、建物の中に入っていきましょう。はい、まずね、入りましたらすぐにね、右の方にあります、温度計でね、体温を測ってアルコール消毒します。で、入ってね、すぐ右の方にね、小学校の駐車場がありますので、そちらの方ちょっとね、向かってみましょうか。で、こちらがね、昔の運動場であって現在の駐車場ですね。20分330円ちょっと高いんですけども、この辺り全体がそうですね。で、1000円以上買い物で1時間ね、タダになりますんで、まあ、そんなにね、むちゃくちゃ高いっていうわけではないかと思いますね。はい、ここね、もう観光バスがひっきりなしに入ってくるところでございますね。はい、それではね、建物の中の方に入ってまいりましょうか。はい、でね、ちょっと右の方に頭を振っていきましょう。ちょっとね、休憩スペースがありますよね。今ちょっと暑すぎるんでね、ダメなんですけどもね、普段はあそこへね、風に当たりながらのんびりするのもいいかもしれませんね。で、エレベーターありますんでね、車椅子とかでね、足の悪い方でも大丈夫だと思いますね。で、入りましょう。このようなね、アーケードのようなね、シックな建物でございます。で、すぐ右のところにね、お店がありまして、神戸つくだ煮のね、大黒屋さんっていうところですね。またこちらもね、食べ物の回で紹介したいと思います。で、左の方にね、お肉屋さん、神戸ビーフをね、扱ったお肉屋さん、コロッケなどがいただけるところでございます。で、こちらね、校長室となっておりまして、旧北の小学校の、資料的なものが展示してあるところでございます。金庫とね、足踏みのオルガンがありますね。で、放送用の鉄筋がね、ありますね。ピンポンパンっていうやつですね。で、奥の方にね、この北の小学校に関する資料がね、いろいろ展示してございます。で、さらにね、奥の方に行きましたら写真とかね、いろいろありまして、で、昔ね、先生が使った大きな分度器とか三角定規がね、ありますね。当時の黒板でなってますね。で、教育方針であるとか、いろんなね、昔の資料がこちらの方に展示してございます。で、さらにね、奥へ行きましたら、こちらのね、学校の歴史ですね。明治40年に校舎が完成して学校がね、開校したというものですね。で、こちら残念ながら、1996年の阪神・淡路大震災で校舎が半壊いたしまして、学校ね、閉鎖という感じになりましたね。はい、校長室出ましてね、次右へまた曲がっていきますね。目の前お肉屋さんありましたね。
でね、目の前に灘の酒蔵通りということで、神戸のね、灘のお酒のね、紹介しているところあります。で、反対側にはね、神戸フランツっていうね、チョコレートとね、あとはもうドライフルーツを混ぜ合わせたようなね、そういうあのお店があります。こちらはまたね、別の機会に紹介したいと思います。で、こちらがね、休憩室とね、あとはまあ、近くでね、買った食べ物を食べるようなところでございますね。昔はこんなね、教室ちっちゃかったんですかね。でね、結構ね、可愛らしくてね、おしゃれなテーブルがございますね。はい、出ましてね、で、左の方ね、まあ、ジューシーっていうね、フルーツを使ったジュースや、ソフトクリーム売ってるお店で、こちらがね、コーランっていうね、あの中華のね、ヤムチャのお店で、こちらがお土産屋さんですね。神戸に関するお土産が売っているお店ですね。で、こちらがね、インフォメーションコーナーということで、神戸のね、観光地であるとか、北の工房内のね、あの説明のね、パンフレットなどがいろいろ置いてございます。はい、で、外へ出ましてね、まっすぐ行くとお手洗いがございます。で、こちらね、お手洗いね、結構綺麗なお手洗いで、足元が悪くてもね、バリアフリーしっかりしてますんで、車椅子でもね、大丈夫かなっていうお手洗いですね。はい、そうしましたらね、2階の方に上がっていきたいと思います。で、こちらの、北の工房の階段、昔のね、校舎そのまま使ってるので、こう木のね、ミシミシというね、きしむ階段がまたいいんですよね。でね、学校なんでね、こういうね、掲示物とかいろいろありましてね、で、これね、まあ、欄間っていうんですか、なんていうんですかね、かっこいいものありますね。はい、で、ここね、子供がね、はい、で、さらにね、上の方に階段あるんですけども、こちらはね、通行止めになっています。で、こちらの黒板なんですけども、最後の卒業生がね、北野小学校ありがとうという形で黒板にね、書き残したものでございますね。ここはね、特別にね、私入らせていただきました。で、反対がこちらね、和ろうそくのお店、また香り袋のお店。で、その隣がね、マッチのお店。兵庫県でね、このマッチの生産量がね、まあ、日本一なんでね、こちらも今後、紹介したいと思います。その隣が革の工房ですね。小物入れや小銭入れなどをね、作ることのできる工房ですね。その隣がね、喫茶店ですね。で、その横がね、横という向かい側がスノードームなどをね、作ったり、買ったりできるところですね。で、その前がね、靴ですね。神戸といえば長田の靴が有名ですけどもね、靴の販売です。で、その隣がハンドメイドの帽子ですね、まあ、帽子を販売しているお店でございます。でね、かわいいね、ライトとかございますね。でね、きしむ階段をこうね、登っていくと3階のね、講堂の方に行けるんですけども、目の前ね、ステンドグラスが綺麗ですよね。はい、でね、この上にね、まあ、ライトがあるんですけども、このね、シャンデリアが昔ね、講堂の、まあ、上の方から下がってたと。で、これがね、約ここ、6つから9つね、もついていたようですね。で、小学校といえば二宮金次郎、今ね、こんな歩きスマホなんかしたら怒られるんですけどもね。はい、でね、3階の講堂の方へ上がってまいりました。はい、でね、広くてね、いいところですよね。ただね、ちょっと前までなんかのイベントやってたみたいで、またちょっとね、ごちゃごちゃしてますけどもね。で、上の方に先ほどのね、こういうね、シャンデリアが、9つとかね、6つとかね、まあ、下がってたようですね。今も蛍光灯になっちゃってますけどもね、多分ね、危ないんでしょうね、地震とかでね。で、こちらのね、ステージの方の階段ありますね。で、普通にね、ステージの方上がるのにね、まあ、木の階段をつけるっていうのはありますけども、全体的にね、こういう階段があるっていうのも珍しいですよね。ただ木がね、いいですよね。これまたね、年末とかに油引きとかするんですかね。私、小学校の頃よく油引きやりましたよね。もう臭くて仕方なかったですけどもね。これ、学校の校章ですかね。北の小学校のね、なんかお城のね、企画展みたいなものやってたみたいですね、子供たちのね。はい、でね、次に、裏のね、バックヤードの方ちょっとね、行ってみましょうか。はい、
でこちらねバックヤード奥がねちょっとねお店の倉庫なんでねちょっとモザイク入れてます。でこちらね、いろんなねアンプであるとかいろんなものが置いてますね。でステージの上に上がってみましょうかね。こちらもね木でねかっこいいですよね。ここから階段ちょっと見えないんでねもういいステージですよね。もうでこのようなねシャンデリアがね下がってたんでしょうね。明治時代にできたね、ダンスホールのようなね西洋に憧れる感じですかね。天井もねシックでいいですよね。でね、ステージから下へ降りてまいりました。パッと見ね狭く感じましたけどぐるっと見回すと割と広いですよね。はい、今回ねいかがでしたでしょうか。全体的なところね見てまいりました。で次回はね革製品の製作をねしてみたいと思います。でね次回見逃さないようにチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまた次回お会いするまでさよなら。表ね北の坂ですね、いいですね。で冒頭でもね説明したんですけどもこちらのね北の工房の町、今年の12月で、終了でございます。またねこちらできるだけ早く来てねいろいろなものを体験してみてください。それではね、また次回お会いするまでさようなら。